さて、今日は重心をぶつけると、ボードにぶつけていこうというお話になるんですけども、ダーツを飛ばすということ、いろいろな考えがありますよね。ダーツ本体をどうしたらいいのか、腕使い方どうしたらいいのか、体の使い方、いろんな、ね、考え方、理論があるかと思うんですけども、まあ、僕はね、そのことに関しては、ややこう抽象的な、感覚的な話、その重心っていうものをぶつけていくということを考えているんですけども、そのダーツに、重さを乗せるということが、なぜ大事なのか、なぜ大切なのかと、僕は思っているかというとですね、ダーツに重さが乗る、いわゆる、パンチの効いた、ダーツを飛ばせることっていうのは、僕自身、それ自体が今日の調子というか、自分の状態をですね、確認するのにすごく重点を置いていることで、ダーツが刺さればですね、ある程度 その自分のフォームの崩れを意識していたとしてもですね、いいかと割り切って、ダーツに力が乗ってるから勝負にはなるなということで、試合を臨める、その日を過ごせるんですけども、ダーツ自体に力が乗っていないと感じてしまうとですね、より飛ばそうと勝手にしてしまう自分が出てくるんですよね。もっと強く飛ばしたい、もっと強く刺したいという部分で、力みが発生してしまってですね、結果持ちすぎてしまってダーツが届かなくなるということが、多々起きてしまうと、こういう経験はもう何十回、何百回としてきました。で、これを防ぐにはどうしたらいいのかっていうことを考えるとですね、やはり、ダーツに重さを乗せてしっかり飛ばすことっていうことはもちろんですけども、その腕自体にですね、力を残さない、言ったら力まないフォームっていうものをどういうものなのかっていうことを詰めていくしかないなと考えまして、僕自身そのこうやったらダーツは飛ぶだろうっていうことを、細かいポイントで突き詰めていくよりも、ぼんやりとその、その重心をね、自分のダーツにぶつけてダーツ自体をボードにぶつけていくというイメージを持つとすごくいい腕の使い方ができるんですよね。今の180なんかもそうなんですけども、しっかりと腕は触れてる、ダーツに力乗ってるけども、肘から先のね、力みっていうのはほとんどない、もうバチンと飛ばせてる、腕が触れてる、ぶつけられてるという感覚で投げてると思います。そういったことがですね、やはりこう最近はいろんな情報が出てて、いろんな考えがあって、いろんな理論があるんですけども、その細かい部分をより細かくしていく風潮じゃなくてですね、どこかアバウトな部分が自分を良くするということも大いにあり得ることですので、ただ自分のイメージと自分の動作、そして結果っていうものをしっかりと見てですね、どうやったらその3つはコネクティングしていくのかっていうことを詰めることが大事です。いろんな理論、いろんな情報を取り入れていろんなことをしていくっていうのはもちろん大事なんですけども、そうではないね、自分の本来の体の使い方だったりとか、自分の言ったら、マッチしている動作ですよね、それを見つけていくにはですね、それ以外のことがもしかしたら大事かもしれないと僕は本当に思ってるんですよね。なので、実際、自分がダーツをするときもですね、ダーツ何考えて投げてるんですかと聞かれることもあります。お店で聞かれてることもあるんですけども、僕自身ね、本当にバチンってやってるんですよっていうね、それぼんやりとした答えしかないっていうのは、そういうイメージが自分を良くすると、そういうイメージを持ってダーツを投げてる方が自分はすごいいいパフォーマンスが出せるんだということがあるので、結構アバウトな答えになってしまって、実はあんまり考えてないなと
思われてしまう節があるんですけども、いろいろ考えてね、考えて考えてこうなっているということでございます。はい、ということで、筋肉 T シャツを着てプレイしました。やっぱりこの T シャツを着ると上手になると思います。現に点数のアベレージも上がりましたし、今日もね、ソフトで1200オーバーも出たし、やっぱりこの T シャツ、筋肉、それがあるとダーツっていうのは必ず成長できると僕が証明してるはずですので、皆さんもぜひね、グリップだとか、スタンスだとか、飛びとか、フォーム、スロー、悩んでるんだったら筋トレしましょう。それが成長への近道だと思います。はい、ということで皆さん、この角度からスティール投げてくださいっていうコメントあったので今日投げてみましたけども、本当にね、ソフトと違ってやはりまだまだ、ムラっていうものがあってですね、成績が安定しないんですけども、それでもね、やはり少しずつ投げてれば、右肩上がりというかね、自分の底っていうのが上がってきて、アベレージがちょっとずつ上がっていくという傾向があるので、皆さんもね、腐らずに悩んで悩んで悩んで、筋トレして筋トレして筋トレして、ダス投げて投げて投げて、一緒に上手になりましょう。それではまた、バイバイ。